そうですね、またおいしいものに出会えて大変嬉しく思っていますし、なんかもう本当にこう素敵なビールで、宣伝のしがいがありますね。はい、とにかくシルクのようにこうしなやかな味わいっていうのがありまして、今までビールで味わったことがない感動を覚えました。そうですね、やっぱりシルクエール白ですかの方が柔らかい、こうふわっとシャンパンのようななんか雰囲気があるというふうに思いました。友達にぜひ勧めたいんですけれども、今ここ2年ぐらいあまり皆さんみんなでこう飲んだりすることができなかったので、ぜひその女性の友達とかも誘って、このビールをいただけたらというふうに今思ってるんですけど、実は私のスタッフで全くお酒がいただけない人がいるんですけど、その人が飲めるって、これ、とっても美味しいって言ってるんですよね。不思議ですね。だからそういう方でもなんかこう幸せな気持ちになれるんじゃないかしらと思います。やっぱりお魚系のものとか、貝類、なんかアサリとかいろんな お寿司のお魚とか、そういうのにぴったり合うような気がするんですけどね。なんかビールっていうとね、バーベキュー、肉みたいな感じありますけど、はい、ちょっと違う感じで、逆に、はい、はい、ぜひそれで試してみていただきたいですね。そうですね、凝ってるっていうのはないんですけど、ただやっぱりこの2年間は大変な時期でしたから、とにかく免疫力を高めるためにしっかりしたものを食べるっていうのをモットーにしてたんですね。ですから今まで以上にうなぎを食べたり、それこそ魚介類のしっかりしたお魚とか貝類食べたりしてきました。またお肉も普段より多く食べた。普段はね、割にこう野菜中心なんですけども、この2年間はとにかくその負けない体力を作ろう、免疫力を作ろうっていう思いで来ました。割と皆さんこう食べるときにこう自分の体のことを意識しながら食べるようになった2年っていう感じ、ね、そうですね、本当にそうですね。ジムのトレーニングを始めて、もうそれにハマっておりまして、やっぱり体力作りっていうのが大事だし、いい筋肉をつけようと思って、そして美味しいビールを飲もうという感じですね。機械でやられるんですか？はいはい、スクワットとか、はい、マシンもやりますし、腹筋とかも一応トレーナーの方に教えて、週に1回教えていただきながら、あとは自分で家でやったりもしますけど。今回そのキリンのクラフトビールスプリングバレーから新しいビールが誕生 しました。でそのシルクエール白という素敵なネーミングなんですけれども、私もいただいてみて本当にこうしなやかで感動しました。で皆様にもぜひこのビールの美味しさを味わっていただきたいと今切に思っています。